皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はゴールデンカムイの3期の8話でございます。アシレパさんがどんどんと自分のアチャーの秘密に近づいてこえようとしてるんじゃないかなと思うんですけれども、それと同時に各国のロシアの中へ入ろうとしています。駆けつけの杉本ちゃんたちは果たして間に合うのだろうか、見ていきましょう。スタート。そうだった、あの谷ヶ敷西パーに助けられたとかあったよね。脳病院か。なるほどね。さらっちゃうのかい、怖っ。者の協力がなければ解けないような複雑な暗号にしているとは考えがたい。娘のアシリパが解読できる程度のものにしているはずだ。おい杉本、これはなんて読む？うだよ。うなのかそれ。書いてある。へえ。父からは学校に行って勉強しろと言われたんだけどな。私たち難しい感じだもんな。漢字はあった方がいいぞ。さっきから岩石の土を眺めて何か気づいたのか。杉本に暗号が解けるわけない。バカだか。気づいてることがあるけど。バカでよかったんじゃない。お前らには教えてやんねえ。おっと、もしかしたら杉本ちゃんたち以外誰も気づかない。でもね、ぶっちゃけアシリパと杉本ちゃんと白石以外、埋蔵金渡るべからずとでも言えるんじゃないか。いやでもアチャーのやりたかったことは、まあ、キルラン家が言ってることは本当であれば、アチャーはおそらく対ロシアに使いたかっただろうみたいなこと言いたいんでしょうね。せやけど本当のアチャーは埋蔵金で何をしようとしていたのか、そして殺したのはアチャーなのだろうか。殺したのはわしじゃねえと言ったしな。ナイス爆弾。All right, we're ready. We're ready. Start the episode. It's time, Kushiro. ちょっと女の子たちにめっちゃ好かれてんじゃん。お嬢ちゃんももつかい。ロシアの方なのかな。何かの爪、それとも植物かね。これは網走監獄の隠し部屋にあった。犬の後ろ助の情報によれば、入れ墨持ちの囚人土井新蔵が隠し持っていたものらしい。土井新蔵は8年前に釧路の海岸で捕まり収監された。だからここだったら誰かわかるかもって。アイヌ・ヤンシューってどういう意味？でもこの男顔見たことあるわ。今の時期、釧路川に押し寄せるんだ。俺たち釧路のアイヌは死者も取る習慣がないんだが、今俺のコタンはひもじくてね。うまい！そうそう。ところで、あんたこれ何だか知らんか？エトゥピリカ。なんだエトゥピリカ。アイヌ語でくちばしが美しいという意味の海鳥だ。へえ。くちばしの部分だよ。
付ける飾りみたいなもんで、繁殖期が終わると剥がれ落ちるんだ。知ってるが、和人はエトピリカなんて取らないから。シシャモは北海道の太平洋側でしか取れない魚だけど、同じようにエトピリカは釧路より東。ああ、なるほどね。眠るっていうところに行かないとあかんわ。誰だろう、超やべえやつ。お、名前聞いたことあるような。なんか何かのアニメとかで聞いたことあるかのような。こいつかな、人斬り。同意心臓。お、当たった。おお、魚入れてあげや。あのじじい見てると気がめいるぜ。だいたいなんでアイヌの服着てんだよ。アイヌの厚紙は乾くの早いんだよ。知らねえの。やんのかこら。あ、やんのか。で、このおじいちゃんがそのヤバいやつか。寝てるふりか。名前は。名前も覚えちゃいないと。関係ないんだな。またこういうギャング戦争みたいな感じになっちゃうの。ホモ。すげえ昔の話じゃん。なるほどな。やっぱりこいつよ。人斬りの末路ってこういうことかな。え、これ自殺みたいな行為なのかな。あんためっちゃ気にしてるやんな。わざわざ助けようとするとか、結構良心ある人。分からなくなる。
強そうな奴の頭を石でガチ割ってやったのよ。本当かよ。じいさんすまんが、昼飯食ったら荷物をまとめてくれ。追い出されちゃうんだね。に来てもらえるものはおらんのか。自分で歩けるうちに出て行ってほしい。追い出されちゃうんだな。どうだ、ここにいるか。あのじいじいだよ。あのじいさんです。おいおいおい、土足で上がるんじゃねえよ。怖いんか、まあ、こいつら剣か。どうだ、入れ墨入っとるわ。嘘だろ。池田孫七郎暗殺事件を覚えているか。父上の仇だ。あ、本人か。死んで詫びろ。え、なんか変わった。ジジイ。怖っ。ジジイスイッチ入ったわ。列に並べ、この人斬り陽一郎を殺したやつなんぞたくさんいる。怖っ。オーマイガード。雰囲気が変わった。あ、頭おかしいな。よし、じゃあ何十年前にタイムスリップした雰囲気でやっちゃいましょう。やっちゃうのか、土方さん。いたいたいた。牛山強っ。あんた、なんで、なんで人を切るのか、陽一郎さん。もうなんでその天心って天罰みたいな話なんでしょうね。しかし一体なんで罰与えてるのか。目的は何だ。しかしここは京都じゃないぞ。強いじいさんだったんだな。説得して仲間に引き入れるのか。いや、あいつはもう。もう終わったな。あんま近づいたらダメやけど。先生。先生。金の主義が日本国を身分差別のない良い国にすると。
そういうあんたの理想を信じて俺は汚れ仕事を請け負ったんだ。あんたに尽くしてきたのに。そういうこと？見捨てられたの？しかもそう思うやろな。目が覚めたかな。いや、覚まっちゃいねえぞ。いくら走っても土方さんがすぐそこにいると。こっからジャンプすんのか、ジジイ。そういう考え方なんや。まあ本これが目を覚まった時なんだね。銃を捨てた。こいつを殺すことが重要だったのかな。そこまで。そういうわけなんだよね。でもよかったね、人間として生きれて。幸せに生きれたよな。さよなら。はあ、政治の話っていつの時代も難しいね。大丈夫かな。まあとりあえず彼の皮を。びっくりした、ほんま。こいつは食えるな。
モニフンペ。クジラ肉ってかなり硬いで。持ってきたか、王様。なんだよ。杉本ちゃん自分で作ってんのかな、あの王様。言った、ヒンナ。言ったな。ヒロちゃん。脱獄だろう。ソフィアを脱獄させれば監視はソフィアを追ってくるだろう。そりゃそうだ。だから阿光監獄の囚人250人を脱獄させる。それがバラバラに逃げれば追ってもソフィアに絞れる。やべえ。やべえやつ。あんたすごいことやろうとする。作るんだろうな。東大？東大だ。日本がまた侵攻してきた場合に破壊するための爆薬が支給されている。あそこから奪えばいいんだ。へえ。あれとは何ざ？何かの船待ってんのか？ボーボーケカツさん、杉本ちゃん、どこまでも追っていくぞ。さすがに革命か。皆さん、次回はさすがにさ、アコの脱獄してしまったら聞くよね、杉本ちゃんたちが。そこら辺通ると、あ、聞いてない、アコのあの250の極悪人が出れたぞみたいな話になっちゃいそうじゃありませんか。やはり的な感じで、アコがね、一番大事になってくるんじゃないですか。だってあのヤバいおばあちゃんがいるじゃないですか、中にソフィアで、もう一人の和人と一緒に逃げた娘もいるし、あそこんとこの話結構気になるし、でも娘の方を探しているのは杉本ちゃんたちだから、キロちゃんたちがあったとしても別になんかそのなんていうかバヤが上がれないじゃないですか。まあ、とりあえずそれは A として、今回やはり土方と与一郎さんの話がメインだったかなと思うんですけど、まあ、最終的に与一郎さんは帝国側の人間、
使われて捨てられたというやつなんですね。で、土方は将軍側の人間で使われて、まあ、捨てられたっていうか、もうみんな破れて死んだから、まあ、捨てられたわけではないんだけど、一応そんな感じ。最終的に陽一郎側が勝っていたっていうのに、まあ、犯罪者っていう風に捨てられてるからかわいそうやな。まあ、詳細はわからないけど、皆様ご視聴ありがとうございました。これからもぜひ面白いゴールデンカムイのジャーニーを見ていきましょう。バイバイ、おおきに。